はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、チャイコフスキー交響曲第3番、今日から第3楽章の解説に入ります。第3楽章はアンダンテ、ゆっくりしたテンポで書かれていまして、まあ、通常ですとアンダンテの楽章は優しいものが多いんですけれども、このアンダンテのベースパートは交響曲第3番を通じて一番高い音が要求される箇所が出てきますので、その部分は効率の良いポジションの取り方に重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から97小節目までを解説していきます。冒頭は4分の3拍子で始まります。アンダンテとなっていますので、通常通り4分音符単位で3つ振りで振るというふうに考えてください。で、早速、9小節目からのピチカートのポジションなんですけれども、ここは第3ポジションを使うと全てまとめて取ることもできます。 アー を D 線で4で取って、で、D もアー線で押さえて取ります。で、次のゲーとデーも両方とも押さえて、こちらです。第3ポジションでまとめて取ることもできます。まあ、通常でしたら、ゲーで両方とも開放で取れば問題ないんですけれども、両方とも開放で取ることによって、ゲーでともに余韻が残りやすくなりますので、こちらで取る場合は左手で余韻のバランスを取って、残りすぎないように注意していただきたいと思います。続いて17小節目からのアルトですが、音量はメゾフォルテになっていますので、最初の入りをダウン、アップ、どちらから入っていただいても構いません。で、ポジションもゲー線のアーで、デー線のアー、どちらを使っていただいても構いません。で、再びピッチカートが出てきますが、ここは先ほどの9小節目と同じ形になりますので、このように第3ポジションを使っていただいても構いませんし、両方ともゲーで開放を使っていただいても構いません。35小節目から49小節目までは全てピッチカートになっています。で、途中に出てくるアーとデー、そして48小節目のゲーを全て開放で取れば、ハーフポジションでまとめて取ることができます。まとめて取ることに少し物足りなさを感じるのであれば、まあ、一例を挙げておきますと、40小節目一拍前のデー、ここを第2ポジションでアー線で4で取れば、ポジションを変えてこのツエとまとめて取ることもできますし、48小節目もゲーと F になっていますので、第2ポジションでゲーと F をまとめて押さえて取っていただいても構いません。続いてアルゴになります。50小節目からまずボーイングなんですけれども、最初のハー、ツエのスラーは当然ダウンで入ります。で、次の D、S のスラーもダウンで弾き直しを行います。で、今ハーフポジションで取ってるんですけれども、 D を押さえて取りたいのであれば、アーセンを使って2、4と取っていただいても構いません。こちらで取った場合、正 F は1、1と取っていただきたいと思います。で、54小節目、1拍前からのポジションを説明していきます。最初は第5ポジションでオクターブ上がった F を4で取ります。で、次の A、S のスターは第4ポジションで4、2と取った後、次の小節の D までをまとめて取ります。で、8分音符の C、B を D 線に移って第5ポジションで4、1と取っていただきたいと思います。ここまで弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。で、ここから第6ポジションを使って Fe、G、F を2、3、1とまとめていきます。もう一度弾きます。ここはこの小節をまとめて取っていただきたいと思います。で、その先からはゲー線1本でまとめて取ります。で、 S、D を第4ポジションで2、1と取って、で、 C を第2、第3の中間ポジションまで跳躍して2で取った後、次はハー、C になりますので、ポジションを変えずに1、2で、 D、S になりますので、最後は2、4と取っていただきたいと思います。ここまで通していきますと、ポジションを説明していきます。最初は第1ポジションでアーとハーを1、4取り、で、次のチスで第3ポジションで2で取ります。で、ここで D が出てきますので、4とまとめて取った後、最後はチェ、ハー、チェになりますので、第2、第3の中間ポジションで2、1、2と取っていただきたいと思います。通していきますと、先のボーイングですが、ここはダウンからの弓状。
ポジションはハーフポジションでまとめて取るようにしてください。で次もダウンから入ってでフェルマータになります。この2ポープの F はイビネンドがありますのでダウンで終わっていただきたいと思います。でその延長で次の小節からピアノからクレッシェンドになりますのでここは当然解明をすることになりますが、まず最初の2小節間をアップという意味でメゾフォルテで1回返します。次も2小節単位で解明をして74小節目からダウンを1指で弾いてその後の77小節目でピアニッシモになりますのでここまでダウン1指で弾いていただきたいと思います。その後は77小節目の200目、300目をいずれもアップアップと弾いた後、その次からはダウンから入っての弓順で弾いていただきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。でポジションなんですけれども今止まりましたゲー、ゲスのスラバはゲーはできるだけ冷線で押さえて取っていただきたいと思います。その先も弾きますとオボイングはもう弓順で弾いていただいて構いません。でアは今ゲー線で押さえて取ってるんですけれどもデー線で第3ポジションで取っていただいても構いません。その後の3連符のアなんですけれども2分音符の伸ばしをダウンで入って次の3連符はアップからの弓順とします。最後の98小節目の伸ばしまで滑ってこのボーイングで弾いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。この第3楽章はゆっくりしたテンポなんですけれども高い音が要求される箇所が出てきます。今日説明した部分で該当するのが54小節目1拍前からになります。最初のうちは指番号を書いていただいて構いませんのでその書いてある指番号で正しく弾くという練習から始めていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。